大谷君お疲れ様です。お疲れ様です。23日の試合が、場所がパンクラシズム横浜から、お台場に変更になったんですけれど、はい、その辺含め、まあ手の怪我さんの復帰戦でもあるし2戦目でもあるわけなんですけど、はい、その辺意気込みをお聞かせください。お台場、初お台場です。初です、ね、行ったことないの？お台場行ったことないと思います。あ、ほんと、まあ、ディバーリアってお台場ってお台場なんですね。まあ、通るというか、まあ、うん、ちゃんと行くのは、あ、お台場で遊んだりしたことないんだ。ないですね。うん、初お台場を、そうです、ね、試合しに行くとは、はい、まさかね。いい感じで、うん、いい思い出にしたいです。はい、木村さんはレースクイーンの写真を撮る、撮れるチャンスだと。じゃあ、はしゃぎ。はい。その辺、大人は無視して頑張ってください。ありがとうございます。僕も勝ってレースクイーンと写真撮って。撮るんかい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。